3分開始のゲームになりました。ナイトマッチです。さあまずは11分群馬です。この高橋のミドルシュートから始まりました。ここはキーパーアンジュンスがパンチングで止めています。続いて20分です。コーナーキックからこのこぼれ球、一旦つないだ中原シュート、このこぼれ球をもう一度シュートを放っていきました。中原シュートのシュートがありました。そして24分群馬です。右からここはファーサイド、残っていた高橋、左足のシュートでしたがうまくミートできませんでした。ここもゴールキーパーアンジュンスが止めています。さらに46分、この右からのコーナーキック、最後は阿部のヘディングシュート、クロスバーの上となりました。そして49分です。群馬、このパンチング、そのこぼれ球を群馬が拾って、高橋から風間、そして中にいた小林、このヘディングシュートが決まって4試合ぶりに群馬の得点、群馬が0対1、先制に成功ということになりました。ここもセットプレーからのしっかり最後までつないで、風間からのクロスを小林が決めて0対1、前半は群馬がリードで折り返します。そして後半ですけれども、立ち上がりチャンスを掴んだのは群馬でした。48分、このこぼれ球、風間から縦へのボール、走り込んだ星原が横に出して、最後は高橋のシュート、左に流れていきましたがシュートまで持っていきました。続いて56分、鹿児島です。ここは茅沼が前を向いてシュートを放っていきますが、ここはゴールキーパー松原が好セーブを見せました。さあ続いて65分、この群馬のゴールシーンです。コーナーキックから阿部がヘディングで合わせていきました。最後はポストに当たってゴールに吸い込まれていきました。阿部の今季初ゴールで群馬が2点目、追加点を取ったのは群馬でした。そして80分です。この鹿児島の攻め、田中総一が1対1で攻めて、最後桐野が一旦ゴールネットを揺らしたんですが、その前に笛があってノーゴールになりました。そしてここで試合終了、群馬が勝って4戦ぶりの勝ち点3を得たというゲームになりました。